か自分では今までこんなの使ったことないわっていうものも全て、おしゃれ、こんにちは、こんにちは、ワトセンチャンネルです。本日は木内さんと千葉総合の鈴木さん、よろしくお願いします。そして解説秋元と撮影の鈴木さん、はい、でお送りいたします。そして本日はですね、池袋東部の小森さんと、はい、新宿高島屋の月橋さんにもおいでいただいてます。よろしくお願いいたします。本日5月に入りまして、もうすぐ母の日ということで、小物をご紹介して母の日ギフトのご参考にしていただければと思います。それではですね、いろいろちょっとカラフルなお色物見えてるんですが、どれからいきましょうか。鈴木さんのマフラーか、はい、そちらから紹介、夏のストールですね、ね、ご紹介していただきたいと思います。すごく柔らかくて、うん、でこう形が決まらないとかないんですよね、うんうんうん、じゃあここに通すだけですね。あ、一回お品物のご紹介してもよろしいでしょうか。はい、はい、こちらウェーブレースニットキャンディーマフラーです。サイズはフリーサイズ、お色が身につけていただいているベージュと、うん、あとお手持ちのブラック、そしてもう一色ブルーがございますね。ネットか店頭でご覧ください。こちらお値段 16,500円です。はい、はい、今ごめんなさい中断してしまいましたが、本当にここにこう穴が開いてるんですね、うん、あ、近くでね、ズームしてお見せできればと思います。はい、あ、穴分かりました、ここですね、はい、キャンディーマフラーということなんで ね、 そうですね、形がね、だから通すだけなんですよね、ずれたり、うん、巻き方がちょっととかっていうのがないので、うん、もうここに通してしまえば完成です。あ、悩まずにさっとね、はい、今つけていただいてるのもね、はい、そうです、鈴木さんがつけてる、はい、で位置をいろいろちょっとね、あ、ずらして、うん、ちょっと横にしてもいいし、ね、イメージが変わります。前よりもみたいにしてもいいし、うん、肌触りがとっても柔らかいです、うん、あの汗かいてもうなんか安心してつけてられるという感じですね。結構華やかなね、お色味、糸使いなの で、 ね、はい、ね、ちょっと肌触りどうかなと思ったんですけども、肌触りがね、本当に柔らかいんですよ、うん、柔らかい、コットンベースのね、お作りなんです ね、 ね、ちょっとシャリ感があるような気がするんですけれども、でもあの全然、まあ、これは和紙が入っている、和紙も入っているだと思います、はい、で夏、首出したくない時とかにもとてもいいですね。 T シャツの上にさっと巻くだけで、ね、すごい華やかな印象になりますね、はい、形も可愛くて、うん、すごくこれは、うん、喜ばれると思います、ね、いいですね、これ本当、はい、お色味も、ね、色によって全然印象が変わるの で、 ね、着てるものによって変わりますね、うん、黒で合わせても素敵、そうです、このお袖と同じなので、あ、本当ワンピースとお揃いでもいいですね、セットでシックな感じ、レースでちょっと甘い印象なのかなと思いきや、そういうちょっとカジュアルなねテイストのお洋服に合わせていただいてもすごく馴染むの で、 そうですね、こういう T シャツでも全然、はいはい、違和感なくしていただけると思いますね、うん、これは皆さん喜ばれるのではないでしょうか、はい、喜ばれると思います、ね、すごい可愛いです。はい、それでは続きまして、そちらの付け襟のご紹介したいと思います。ウェーブレースニット付け襟です。サイズがフリーサイズ、はい、でお色が3色ありますね、はい、はい、先ほどのキャンディーマフラーと同色でベージュ、お手持ちのベージュと、あと鈴木さんがつけてるブルー、はい、ブルーです。竹内さんが持ってるブラック、はい、3色展開でお値段が9900円です、はい、こちらすごい華やかな、はい、ね、つけ襟、今付け替えてくださいましたけれども、はい、それがね、やっぱりこう、うん、顔周りをね、うん、ふくふくしてくれて華やかでいいですね、可愛いですよね、いい、今ちょっとこうノーカラーのもので合わせてるんですが、ちょっとラッセルのような、うん、ああいう風に襟があるものの上でもハイネックの上でもね、いいですよね、はい、後ろはどんな感じですか、はい、くるりと、うん、かわいい、かわいい、うん、ウェーブしてるね、立体感が出て、はい、もうたっぷり贅沢に、うん、
レース使っております。キムチさんにお持ちの黒も同色のワンピースで合わせてもね、かわいい。そうか、ボタンが取り外しができる。はい、もうワンタッチ。ワンタッチです、ね。ボタンでつけられるので。あ、いいですね。はい、黒だとね、また全然、ね、ちょっと落ち着いた感じで、うんうんうん、なんかすごくいいですワンピースに。すごい合ってます。全く違うワンピースになりますね。全身鈴木さん撮ってもらいます。はい、ちょっともともとセットになったような感じで、メインセットみたいな、ね、横に、あ、ありがとうございます。じゃじゃん。で、首にこうつけて、で、お袖と一緒、お袖の部分が、はい、そう、まあ、この角度だと分かりやすいですね、うん、同じ編み地の部分が、うん、これせっかくなんで他のやつの色もちょっと編み地しっかりと取りたいんで、あの手で取ってもらって、つけてるのとか、あ、大丈夫です、あの、ま、巻物だけで大丈夫です。レースがすごい綺麗。じゃじゃん、じゃじゃん、こんな感じです。カラフル、カラフル、これがベージュですね。ベージュ、はい、で、鈴木さんがつけてるのがブルー、オレンジがすごい印象的な、ね、かわいいかわいい、ね、そうですね、うん、白 T と合いますね。こんな感じ、レースはね、甘いんですけど、縁のニットの部分がちょうどこうバランスを取ってる感じでおしゃれです、はい、これよくあれですね、向きをちょっと変えてもいいんですよね、きっとね、ぐるっと。そうするとね、なんか甘さがそんなに少し、ね、とありますか、はい、おしゃれな感じね。こんな感じですね、はい、素敵です、ね、ちょっと印象が、ねね、変わりますね、 やっぱりね、シンプルな T シャツっていいんですけれども、うん、年齢重ねるとシンプルな T シャツはちょっとあまり着なくなってくる、うん、やっぱりこういうものがプラスのアイテムあるとちょっと楽しいかもしれないですね、うん、本当ですね、アクセサリーいらずですね。そうですよね、素敵です、綺麗な色です、本当綺麗な色、うん、楽しい、これね、全体的に夏らしい感じですね。ね、爽やかに、はい、ほとんどいいですね。合わせていたので、ね、デニムとかね、はい、お手持ちのアイテムね、ちょっとこう、コーディネートがランクアップする感じで素敵です。本当に爽やかです。ね、いいですね。ありがとうございます。ではこちらのレースを用いたミニバッグの方も、はい、はい、ご紹介したいと思います。それでは続きまして次ポシェットのご紹介です。ファンシーレースポシェットです。サイズはワンサイズ。お色はキューチさんお手持ちのピンクと鈴木さんお手持ちのマスタード。あともう一色ブラックのお色があります。お値段14,300円です。あとすいません、鈴木さんのお色がちょっとネイビーっぽいお色なんですけどね。今指で示してくださったマスタードのお色のレースの方の色でご紹介しております。こちらがポシェットということでね、この肩紐がすごく可愛くて、ね、印象的なんですけども、ちょうど携帯とか、ね、携帯とか、ね、はい、ちょうど貴重品入れて、はい、なんかスナップついてます、ついてる、スナップついてる、はい、あ、いいですね、安心ですね、はい、ちょっとなんかこう横で裏は無地、うん、裏無地、はい、では見せてもらいます、はい、なんか中財布もどうにか入りそうなぐらい、ね、ね、サイズ感が幅というありますね。ね、パスポートとかもいけそうですよね。ご旅行にもいいかもしれないですね。ポチッとついてる。ここが一応あんまり重たい。重たくない方がいい。はい、なるほど。まあ紐がニットで、はい、ね、その紐が本当可愛いです。ね、まあでもただこういうなんかシンプルなのに。アクセサリー代わりに、そうですね、ワンポイントになりますよね、こちら、はい、かわいい、かわいい、かわいいです、はい、ね、毎年出てますね、そうですね、このポシェットのシリーズ、ね、プレゼントにちょっと手頃な感じですよね、そうですよね、いいですよ、結構やっぱり両手を開けたくて、なんか今エコバッグを持ったりするので、すぐにお財布とかスマホとかすぐ出せるものはここに入れといてもいいかもしれないですね、そうですね、はい、
でまたおしゃれです。おしゃれ、はい、ぜひねちょっとプレゼントにいかがでしょうか、ですね、華やかですからね、うん、もらっても嬉しいですね、ですね。では続きまして最後リボンベルトのご紹介したいと思います、はい、こちらグラデーションリボンベルトです。サイズはワンサイズ、お色味が木内さんが身につけているオレンジ、綺麗な色、あとお手持ちのチャコール、鈴木さんがブルーを持ってくださってます。お値段3960円です。リボンベルトということで、これ何用なのかなといろいろちょうどね首に巻いてもらったりとかしてますけれども、はい、リボンに結んで、ね、リボンで結んで、ね、横にさっとずらすと、ちょっとショールのような、ショールっぽい感じですかね。ブローチ、確かに確かに。ただやっぱこれだと重さがあって下がってくるので、うんうん、もしここの横でするのであればちょっと、あ、まあ、ピンでちょっと一箇所止めるとそういうので止めて、ね、はい、するかもしれないですね。あとはこう何でもない T シャツとか、うんうん、まあ、無地のものとかにこうちょっと組んでみたりして、はい、ちょっと一枚入れたりとかいい感じ、感じで、はい、していただいてもいいかな、いいですね、ほんと首にさっと巻くだけでね、縦長の効果がね、スラッとかもしれないですね。お顔周り可愛い、色は可愛い、ほんと可愛いですね、はい、あとはチョーカーっぽい感じ、うんうん、首にキュッと巻いても、はい、あと長さがねしっかりありますので、うん、いろいろ本当ですね。くるくる、はい、あ、かわいいです。あ、これいいですね。もうささっと巻くだけで、すごいおしゃれな雰囲気が出ます。ちなみになんかベルトみたいなのもできたんですよ。なんかですか、あ、ワンピースの木内さん、さんちょっと巻いてみていただいて、ちょうどブラックベースにオレンジなのですごく。お色味映えますね。同系のチャコールもいいんでしょうけど、あ、そうです ね、まあ、今日はせっかくなんでキュッと巻いて真ん中にもでも可愛いし、ここでもいいですかね、なんかベルトっぽい、あ、可愛い、シルエットもね可愛いですね、変わります、シャリングっぽく、うん、こうシャリングっていうんでしょうか、ちょっとこういう感じで、はい、そうですね、さりげなく巻いて、うん、そうですね、巻くだけでもね、そのリボン自体がすごくこう表情豊かなので、ここレースでね、はい、まあ、動きがあるんですよね、グラデーション、この真ん中のレースのところがすごく綺麗ですね、グラデーションになってます、綺麗です、わあ、かわいい、チャコールも見えるかな、こんな風にあのお店でねラッピングもしておりますので、ぜひお声掛けくださいませ、はい、ね、プレゼントカバンとかにちょっとスカート代わり巻いても、いいですし、ね、うんうん、あとは私ちょっとショートカットなんですけど、はい、ちょっと難しいんですけど、うん、あのやろうとしてヘアカヘアはターバン、あ、ターバン代わりにちょっと、はい、あのこれでも長いので、うんうん、こうか、くるっと巻いて、これを、多分長いので、2周、あ、かわいい、カチューシャみたい、そうですね、カチューシャ二重にするとすごいかわいい、似合ってますよ、あの具合になるので、ね、うん、長いキャッシャがじゃなくなる、うん、そうですね、長い方だと本当に後ろ中にそう入れられるので、うんうんうん、ちょっとこれは一つにしてこう流してもいいですよね、それもいいですよね、あとはちょっとあのゴムのところ、髪の毛にね結んだところに上に巻きつけて、それもすごい素敵、いや、これいろいろ使えそうですね、髪の長い方にもおすすめですね、年中使える、そうですよね、シーズン問わず、はい、春夏だけではなく、そうですね、いいかもしれない、これはなかなか自分では選ばないかもしれないので、ね、使い方とかもね、どうしようみたいな感じですけど、いろいろちょっとやってみると楽しいかもしれないですね、ギフトならではのね、楽しさがありますよね、はい、ちょっとね、ニット
いつもだったらね、例えばなんかあのお帽子とかはご紹介するかもしれないんですけども、お帽子だと自分で買ってたり持ってたりするからこそ、こういう自分で買わないようなものをプレゼントしてもらえると、なんかあちょっと気になったけど、なかなか勇気出なかったから嬉しいわなんていうのもありそうですよね。そういうアイテムに目がいかないかもしれないですよね、そういう時にもらうとちょっと なんか自分ではそう今までこんなの使ったことないわっていうものも意外としてたら褒められたりして、そうですよね、ワンランク上のギフトも私がですね、これだと本当に選ぶ楽しさもありつつ、そうですね、あ、まあ、もっとギフトってね、その相手の方を思いながら選ぶ楽しい、そうですよね、喜んでくれるかなとかね、はい、つけてくれるかなと思いますよね、こういう風に合わせてほしいなとかね、はい、ありますね、私の母の今いつもとちょっと違う、ちょっと違う、はい、でもいうのを是非、ね、ぜひぜひ試し選んでください、はいはいはい、これら商品の詳細が気になりました方は佐藤繊維オフィシャルサイトクロスイットオフをご覧ください、またはお取り扱いいただいている小売店さんですとか直営店の方でもご紹介しておりますので、ぜひご来店の方もお待ちしております。こちらの動画良かったという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。